Welcome to All Farm.餌を与えながら大切に育てられて約1ヶ月後 1.5センチほどの大きさになると養殖場へ出荷されます。そして植物プランクトンを繁殖させ適切な水質に管理された養殖池に放たれて元気のないエビがいないか餌の食べ残しがないかなど毎日池に潜ってエビたちの状態を観察しながら大切に育てられます。 あれ、あれ、あれ、ママン。ふう、ふうであるか。あれ、ママン、ロイカン。ふう、ふう。あれ、ママン、ロイカン。これは両方ともオスみたいです。あれ、ママン、ロイカン。これが100グラム。ファミアイ。 Okay. Sonia. Ah.